というわけでやってまいりたいと思います。運命のエンターテイメントベラシンバーティーです。今回はグランドプロスクロニクルやってまいりたいなと思います。ロッキーテストの、ね、流れでメダルが余ったんで、まあ、こちらもやっていきたいなと。やっぱグランドプロスの、ね、クロニクルはやりたかったやつなんで、それではね、今日はジャックポット目指してやっていければなと思いますわ。それじゃあ張り切ってやってまいりましょう。クロニクルのサテライトチャレンジは全部で5箇所あって、まあ、トランプの絵柄が揃うといいよねって感じなんですけど、まあ、一番いいのはやっぱジャックポットチャンスにぶち込んでもらえる。すごい止まるな。あ、ちょっと今他の人がゴールドジャックポット出て周りがお祭り騒ぎになってます。まあでも5分の1でジャックポット入るってかなり確率高いですよね。グラクロレジェンドに比べればかなり入る。にゃー。あ、まあでもこの場合だとフルハウスが揃ってるから100枚もらえますよっていうことみたいですね。ゴールに行きますとこのどれかが当たるということで、まあ、このステップっていうのが群数が揃うとね当たるってやつなんで、やってまいりましょう。ポーイギャグイン。これ一番悪いやつですね。ジャグのチャンス。クロニクルはどんな感じなんやろね。果たして入れることはできるのかい。おー、なーちゃった。あ、いつものお店と傾斜が違う。癖が強いんじゃ。あ、結構モテ遊ぶ系ね。あ、じゃあこれ入らないんだな。こうしっかり穴がビタッとはまらないと入らないパターンね。無理。マジで入った、入った、入った、入った。待って、一発一発。あらやりすぎくんじゃない。は見たことある。おしゃれ。なんかうちのお店より開きやかね。
でしょう。そんなわけで今回一発目でまさかのジャックポット取ってバリ勝ちをしてしまうというね結果で終わりました。多分またねクロニクルやるんでね、その時にね今回紹介できなかったモードとかも紹介できればなと思います。それでは今回はこれで以上、お疲れ。